クリストファー・ドレッサーは、イギリスの工芸デザイナーである。19世紀末のウィリアム・モリスによって主導された、イギリスの美術運動、アーツクラフツ運動の時代の工業品デザイナーであり、装飾の少ない機能的な日用品のデザインもした。1876年に来日し、日本美術の研究の機会を持ち、イギリスにおけるジャポニスムの重要な人物とされる。 グラス号に生まれた。父親は役人。ロンドンの管理ツデザイン学校で作図と植物学を学んだ。1855年に管理ツデザイン学校の教授となり、多くの工芸品に関する著作や実際の工業製品のデザインをした。1859年からはサウスケンジントン博物館で植物学の講義を始める。 中日英国講師のラザフォード・オールコックが収集した日本の美術品や工芸品が展示された1862年のロンドン万国博覧会の日本館を訪れ日本の工芸品に興味を持ち日本の美術品に関する著作も多く発表するようになったロンドン万博に日本が出展したジンジャーラック殿などがアレクサンドラパークに移築される際には サウスケンジントン博物館館長、フィリップクンリフ応援と共に協力した。1874年のニール号遭難事故で日本政府がウィーン万国博覧会の際入手した美術品が失われたことに同情したクンリフ応援。館長はヨーロッパの美術品、工芸品を日本に寄贈することにした。ドレッサーは美術品の選定に協力し、 フィラデルフィア万国博覧会の視察も兼ねて、米国経由で、1876年12月に、美術館寄贈の品、約300点と自身の織物コレクション約1200点を、携えて来日した。1877年4月まで退日し、日本政府の工具を受け、天皇に越見し、町田久成の案内で、焦燥インフォーツを,を調査し、 工業振興への助言を求める政府の交換に案内されて日本各地の職人の元や神社、仏閣を訪れた。4ヶ月の間に横浜神戸淡路摂津三田有馬大阪、奈良泉堺和歌山黒江、高野山京都伊勢四日市名古屋瀬戸田地味、静岡東京日光横浜と精力的に視察し、タンスから手拭いまで大量の物品を購入した。高山に登った 西洋人としては5人目であり、幸福寺の50頭に登った最初の西洋人であると自ら述べている。帰国後の1878年には、ミドルズブラのリンソープ村の連が工場経営者に陶器業への転換を進め、日本の陶器の研究とともにデザイン協力もし、リンソープ焼きを生み出した。また、日本で集めた美術品をニューヨークのガラス作家、 ルイス・カム・フォーとティファニーへ届けるなど、米国における日本風デザインの流行にも強い影響を与えた。ティファニーはジャポニスムに関心が高く、ドレッサーの日本滞在にはティファニーのために美術品を収集する目的があったと言われている。1879年から1882年の間は美術愛好家で後に美術雑誌、スチューディオを創刊する。 チャールズ・ホームと共同で、ロンドンに、東洋の商品の輸入商社、ドレッシャーホールムを開いた。1880年から1883年まで、自らデザインし家具や、日用品を売る店、アート・ファーニッシャーズ・アライアンス・ CO も開いたが、商業的には成功しなかった。1882年には、ジャパン・イッツ・アーキテクチャー、アートアート・マニュファクチャーズを出版した。 旅行先のアルザスのホテルで就寝中に心臓病により死亡した。2017年にドレッサーの訪日140周年を記念してミドルズブラの美術館と大学で展覧会が開催された。ありがとうございます。